こんにちは、こんばんは。あれれれれれ。寝た？あれれれれれ。どこ行った？どこ行った？おやすみなさい。さいさい。すやすや。あなたの暮らしの共にフェイキーワールドでーす。イエーイ。いや、マジで滑ってるんよ、このオープニングが。絶対に、絶対に滑ってるんよ。ずっと滑り続けてる、私は。いいじゃない。って言ってたんだけど。滑ってるって思ってたんですか、やっぱり。思ってた？それなんやねんって思ってた。今のオープニング、すやすやとはね、本当にびっくりした。滑ったと思う。俺目巻き込んでる。びっくりした。無視した。びっくり。と一番面白くないですよね、本当に。ナチュラルボーン滑り。ナチュラルボーン滑りそうだよ。滑りそう。滑りそう。いいね。好きかも。滑りそう。好きかも。滑りそう。どうも、滑りそうだけで。どうも、滑りしてたきです。あ、今のもごめん。そう、今のも滑ってんだよ。滑った。滑りしてだから。滑りしてで。滑ることを目的として活動してるから。そうなのね。Yes, sir. いいじゃない。はい。もう、これだけで終われるよね、コンテンツ。本当だよ。確かに、ずっとこんなふざけてられてる。うん、ね。一番詳しいのなら、味覚を受けてね。頑張りましょう。頑張って。頑張るわ。ちょっと私に関してはあれだからね、もう出会って8、9年目とかで、9だね、9だよね。さすがに答えないとなみたいなところは、まあ、全問正解が当たり前みたいなところはちょっとやっぱ、分かるでしょって感じ。逆に見た、ほら見た、今あらちょっとね、後ろ側っていうかね、なんかこう前から来るんだよね、なんか分かるかな、この感じというわけでね、この人意外と天然なんで、どんどん答えが、飛び出すのが楽しみにしておりますので、早速やっていきましょう。これはもう皆さんちゃんとストレートに答えた。ちゃんと全部ストレート。ストレートだよね。そうだよね。曲がったことは大体。猫。イエーイ。なんか自由気ままだから可愛いですよね。こう好きな時に寄ってきて、好きな時にあっちして、好きな時にご飯食べて。すみません、止めてください。なんだろう。この人だけなんか情熱大陸っぽい。思ったよね。なんか情熱大陸。自由気ままだから可愛いですよね。こう好きな時に寄ってきて。好きな時にパーってして、好きな時にご飯食べてるんですよ。これむずいなー。せーの、ドン。私が臭い、めちゃくちゃ匂いするやつ、エグザンポルがケバブとか食べれない。鼻にくるやつ。そう、刺身。ケバブ。らっきょう。えこれ多分みんなね、ちょめ、ごめんね、みんな本当に。これはあの、みかちょめ。らっきょうとかつけてそうなのに、なんか、お家とかで。すいません。ちょっと待って。ここが良すぎやろ、なんで。ちょっと私ね、ちょうど空いてたからさ、止めないで。危ないからさっき。なんかあったらすぐ行って。そう。これみんな、どっちだろう。いけた？はい、いくよ。せーの。はい。欲しい。はい、絶対違います。はい。ベランダをよくする。なんか、ベランダのあれ。やってくるかな。家庭菜園です。一緒か、じゃあ。一緒？いや、家庭菜園でしょ。あの、プラントとかで、なんかを育てる。え、一緒、一緒、一緒じゃない。違います。で
ほどとかじゃない、はいはい、育てるのハマってると私は思う、はいはい、なんか魚を飼ってなかったっけ。あーそれは二人とも考えた本当に頭悪いな私まあ行ってみよう。あーこれダメだ、これ絶対みんなわかると思う。プレッツェル、プレッツェル、私今プレッツェルになってて、すいません皆さん、びっくりです。私は奇跡的にチョコのプレッツェルいろいろ試してみて言ってた、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 なんか普通にあれだね、恥ずかしい、恥ずかしい、正解じゃないよ、正解じゃないよ、だからこっち面白くてここの境界線はって言ってたじゃん、関係ないよって言ってた、関係ないよ、無駄な争いだねマジで。ユーミンさ、2期のなんかチェナシーのニューアルバム。はい、答えはティナシーです。で、本当ニューアルバム、本当新しいアルバムを出して、このね、今日収録してるんですよ。今日朝、一本インタビューを受けてまして、その時に私話してます。みんな、うん、やばい、頭一回起こす、集中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 。はい、せーの、ドン。私がナイススタイル、グッドファッション、うん、でも、もう一個が肌綺麗とか、うん、私もおしゃれ、うん、自分を持って、うんうん、肌綺麗、はい、どっちかだった、うん、そう、こっちか、うん、肌、うん、じゃあ正解は、はい、まあ頑固かもしれないけど自分ちゃんと持ってるよね。よっしゃー、せーの、ド。私が銅が入ってるかどうか思いますか。あー、銅を産んだ。そう、どう思いますか。確かに、でも滝には聞いてる、ね、確かに滝どう思いますか。私、いいんじゃない。あ、言うね、言ってるよね。いいんじゃない、あ、言っちゃう、めっちゃ言うね、めっちゃ言う、言ってる、いいんじゃない、めっちゃ言う、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 私はもう、なるほど、あ、これはなるほど、すげえ言ってるね。確かに言ってるわ。困ったらなるほど。あんた何、私はさ、なんか、もう話してる途中に見て、さあ、え、さあ言わない、何を話してる時、ストーリーとか言ってる時にこれがあってさあ、言うわ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 、めっちゃ言うよね、あーねって言ってると思う。違うかな、多分あーねー違います。こっちの方が、こっちの方が言ってる。これ1ポイントにしましょう、みんな。優しい。どう ?1 ポイント、そりゃそうよ。言ってるよ、言ってる。あーねよりはね、かもね、言ってるんよな、これ。どっちだ、難しい、これ。せーの、ドン。私がスモールドライフィッシュ。ドライだから、違う、煮干しみたいなやつ。もう分かんない、煮干しの。多分煮干しのことを言ってるけど、ちっちゃい、ドライのやつでしょ。そうそう、ドライのちっちゃいな。煮干し、煮干し。煮干し、煮干しのおにぎりはちょっと、未だかつて見たことがないんでございますけど、ね、あるかもしれない。滑りそうだから、でも。めっちゃ、めっちゃ最高。昆布、あ、昆布。かしわ飯。かしわ飯。普通のライスだけ。あ、塩おにぎりね。何も入ってないです。確かに美味しいよね。焼きたらこ。はい、次きたらこ。わかんないじゃん。たらこ。2番目、かしわ飯なの。ほらかしわ飯で出したのすごい。あ、ね、そう、びっくりした。かしわ飯、この並びでかしわ飯が出てきたのはちょっとビビった。いや、結構やばいと思う、私。でも、やばい。たらこ。むずいなぁ。まあ、そうだよなぁ。あって、チロチロで、これ確かにでもやるわ、わかる、わかる。いや、私なんかベルト、変身ベルトのなんかみたいな、いシャキみたいな、え、コンパクト
トにじゃ見せるかな。あ、コンパクトに。ジンベルとか、うん、私逆になんかめちゃくちゃストレートな感じどこ行きそう。あー、でもそれも、それもそうそうそう、ストレート感がなんか、うん、そうそう、うん、わかんない。でも結構デカめの声で変身って言う。あ、うん、手はわかんないけど、とりあえずデカめの声でなんかしながら変身って言う。はいはいはい、できると。早く見たい、うん。お、待って、うわ、これ滑るね、やっぱこれ。いいね、全員等しく滑ってみたい、ね、これは。すいません。あ、でもちゃんと考えたら滑ってないよ、みんな。近いもん。スベリストがなんか言ってる。スベリストが何か言ってる。近いよ、みんな。確かに、スベリストさすがプロだったからね。ちゃんと滑ってね、やっぱ一番滑ってた。一番滑って Gotta keep in your role. Oh my god. Next. はい、私の性格を考えてください。はい、もうこれはこれです。せーの、ドン。あなたのこと大好き。結婚してください。結婚してください。結婚してください。これはね、もうシンプルに結婚してください。わかる。このね、これはね、もうシンプルってシンプルって言う、絶対。確かに。これ当たってたら2ポイントくださいよ。シンプルかまっすぐ。絶対シンプルって言った。絶対言ってる。どうしてみようか。結婚しませんか。おお、え、全然違う。待って、全員これはちゃうわ。そう、違います。お願いじゃねえんだ、もう提案なんだ。これむずいわ。お願いじゃねえんだ。スタバを飲んでるイメージがまずねえ。まずない。せーの、ドン。スターバックスの風だって。スターバックスラテ。スターバックスラテで無脂肪乳。あ、スターバックスラテ、スターバックスラテでアイス、氷少なめ、トールサイズでお願いします。これ、ね、注文してんの。注文された。これね、言ってるよ、こうやって。いやー、ノンファットじゃなかったか。じゃないね。氷少なめ言ってた。言ってた。これはノーゲームだよ。ノーゲーム。悲しい。よし、ノーゲームです。キディ。はい。あ、これやばいね。よし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 。はい。せーの、ダン。私がうーんな感じでした。うーんな感じで、カメラの近め。はい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 。私はあーですね。あのわーっていう、あの顔をやりながら、あーっていう顔をやりながら、これすごい。私はやーあきな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 やってほしい。なんか、まあ、ニュアンスちょっと違う。全然違う。全然違う。さっきやってたのと違う。しかもこんなやってたのだけ。ね。これです。はい。いきました。はい。せーの、ドン。9時半の夜。はい。朝7時半。はい。朝8時。はい。朝7時。私は朝ごはんの時間だと思った。私的には朝ごはん終わってこうストレッチとかしてるぐらいの、こう今日何しようかなって考えてるぐらいの時間がここかな。なるほどね。朝の9時。うわでも理由は完璧だったの。理由完璧だったよね、絶対ね。でも1時間ちょっと早かった。私は絶対これだと思う。自信ある。せーの、ドン。ピザ。カレー。お母さんが作ったカレーライス。シャー。カレー。まあそのお母さんっていうのはちょっと一回ね、あれにして、もうカレー。
すごーい。シャー絶対カレー。これすごいね。すごくない？リル、これは。なんか、今までの、全部を取り戻した感じがする。確かに確かに。これは。はい。マジ悲しい、オッケー。ということで、ポイント、どうなってるのか、あら、お願いします。ひなさん、たきさん、2ポイント。あきらさん、リルさん、3ポイント同率です。え、3しか取ってない。うちら、3しか取ってない。というわけで私とですね、アキラが3ポイントで同率、はい、ということでございますけれども、よかったね。もうミカコに決めてもらおう。そうだね、うん、それは結構決めるんだったら最後のリルがミカコすごかったと思う、うん、ね、確かに、ね、確かにカレーはもう来たなと思って、だってさ、食べてるイメージないでしょ。ない、ない、一回も見たことないでしょ。確かに。だからそう考えると、あ、それはやったなと思ってたら、うん、ごめんね、リル。まあこれはね、最後で、最後で、まあ、確かにそれはでかいね。カレーはでかい。カレーでかかった。うん、おめでとう。ありがとうございます。いや、よかったね。追い上げた。しかも、うん、確かに最後でね、もう最初の猫でもうどっちも。あれびっくりした。死ぬかと思った。そっから外し続けてここまでやってきました。ありがとうございます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 。はい、というわけで、はい、ミカコは私リルハーズでした。おめでとう。やばくない？すごいね。3人だってるよ、私。あ、ね、そっか、そうだよ、すごいね、3個目。すごいね。やっぱ番組ないよ。すごい、いや、すごいよ、すごい、全部見てるよ。いや、これは撮れてよかったわ、マジで。確かにね、本当に。そんなね、まあ、今のところ私が一番冠を撮ってるわけでございますけれども、お、そんな私のやつを、まあ、誰が次取る。本当だよ。結構楽しみですね。ここまでポン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 とやってまいりましたけれども、いよいよ自作で最後という。おお。リルバンド。緊張する。緊張します、これは。結構緊張する。うえ。頑張ります。頑張ります。いやー、ミカコ楽しかったな。てかこれ本当に楽しいね。楽しい、楽しい、楽しい。これは楽しい。なんか友達同士とかでもやれる。確かに。というわけで、この動画面白かった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。フェイキュアルドでした。バイバイ。バイバイ。